ギド・ボンテンピ、ギド・ボンテンピは、イタリアグスター語出身の元自転車競技選手。当初は、ロードレースのみならず、トラックレースにも注力しており、とりわけ1980年より、世界選手権自転車競技大会の種目となった、競輪の世界チャンピオンになる夢を抱いていた。しかし、口述する話が、きっかけとなり、ボンテンピは、ロードレースのスプリンターに、ほぼ特化することを決意する。 1981年にプロへ転校したが、その年のブエルター・エスパーニャで2勝。また、同年の世界選手権、競輪では、ダニー・クラークに次いで2位に入った。しかし、ボンテンピが世界選手権の競輪に挑んだのは、これが最初で最後となった。1982年、ジロでイタリア第14ステージを勝利。これが、その後、 ジロで区間通算16勝を果たすことになる記念すべき1勝目となった。1983年、ミラーの3レモ、世界選手権、ポイントレースでいずれも2位。1984年、ヘント・ウェベルヘムを制覇。1986年に同レース2回目の優勝を果たすが、同時に1986年という年は、ボンテンピにとって最良のシーズンとなった。 ジロでイタリアでは、区間4勝に加え、ポイント賞を獲得。また同年のツールドフランスでは、第22、第23ステージを連勝した。このほか、パリブリュッセルも制している。その後は、グランツールでの区間優勝を重ねていったほか、1988年の e ンプライスフランデレンを制覇している。また、ステファン・ロッシュやロベルト・ビセンティー クラウディオ・キア・プッチラも在籍していたことがある彼らチームに長年在籍。一方では彼らのアシスト役も務めた。そして1995年まで第1戦級のロードスプリンターとして活躍した。引退後はランプレチームのレース監督を歴任。1987年のツールド・フランスでテストステロン陽性のため総合時間プラス10分のペナルティを受けた。 ナルフミュートゲンスドーピングインサイクリングビールフェルト2007 P262 ISBN 978から3768852456ありがとうございます。